私が意識していることは、アイデアを完全にもう自分自身の手で形にしてしまう、もうプロトタイプを、しかもそれを実験機とかいうレベルではなくて作品レベルで仕上げるっていうことは心がけていて、で作って見せびらかしてるとね、それ作りたいって企業が出てくるわけで、コンセプトを決めるところ、デザイン設計をするとこ、プロトタイプを作るとこ、プログラミングをするところ、そしてそれまた自分でやることによってまたノウハウが蓄積して新しい発明が生まれてというサイクルなんで、でもその先の量産については特にね企業さんと一緒にやっていますが、あるところまではまあ自分自身でやりたいと、まあ、そうしないとなんていうんですかね、もう面白いものができないとか、そのイノベーションが生まれないと思ってるんですよ。みんなでこう会議をして何かを決めると、まあ、民主的に良くも悪くもバランスの取れた平凡なものになってしまうので、研究としての成果だけではロボットは面白いことが起きないというか、つまりそのやはりその社会で使われていく中で、まあ、新しい使い方が生まれ、そしてその役割が決まっていって、またそれが新たなその研究のこう課題になっていくわけなんで、研究室の中だけで閉じた状態ではあるところから先の成果が出ないと思っているので、まあ、なのでまあ積極的に我々の暮らしの中に入っていくロボットを作り上げて実際世の中に通っていこうと思ってます。 IT 産業であったり、まあ、あのスマホであったり、まあ、これ以上の大きな成長はないんじゃないかと、鈍化していくんじゃないかという予測の中で、現実世界に物理的にこう活用していこうという意味でも、新しいチャレンジをしていく先としてロボットが注目されるようになったんだと思いますね。